おはようございます。どうもです。いた、えっ、ー、とですね、レモンミカンさん、よろしくお願いします。えー、イタリアのテレビ生放送で、元イスラエル大使が、イスラエルはガザ地区殲滅が目的と言っちゃったようです。なるほど。えー、ネタニヤフ首相も停戦しないと言っちゃってるようですね。えー、パレスチナにも、えー、ユダヤ人がいます。イスラエルにもパレスチナ人がいます。 えパレスチナにはユダヤ教とイスラム教の人が混在しているようで、一枚岩には語れないみたいです。うん、ユダヤ人とは、正統ユダヤ人の他に、民族人種関係なきユダヤ教に改宗した人はユダヤ人となるようです。えカスピ海の付近のえ昔々、ハザールという国があって、ハザール人がユダヤ教に改宗してユダヤ人と呼ばれたということで、 国が滅んで、ウクライナや東欧、西欧、南欧、イベリア半島へ移動していったとか、数ヶ月前の記事だったかな、イギリスのある町で古井戸が見つかり、人間の子供と大人の家族の数体がの骨が井戸の中から見つかった。ユダヤ人の家族だったそうです。いつ放り込まれたのか、古い井戸だったみたい。水は枯れていた。覚えていません。 うん、あちこちの国で長きに渡り差別や迫害,迫害をされてきたえ。新天地、アメリカ大陸へ向かった。えー、イスラエル建国とは別に、えー、極東ロシアと満州との境あたりにユダヤ人の国が戦前か戦中の頃に一時あったみたいでした。今はもうない。少し勉強しました。私もヒットラーはユダヤ人なのに。 なぜ同じユダヤ人をジェノサイドしたのか分からなかったです。えー、込みみっていて複雑ですね。えー、今回何が本当かよく分かりませんね。みんなが結託している可能性もありますね。報道も。うん。どちらが新しいのか悪なのかの二,二元論では片付かないのでは、え、しばらく平行線かな。え、しばらくってどのくらいえ、真ん中の目で見ていきたいですということですね。ついに何、何 イスダエル言っちゃったんですね。地区、カザ地区殲滅って。うん。カザ地区っていうことは市民もってこと。パレスチナ市民も決めた全部ってことですかね。うん。えー、ユーダヤヤさん、どうもです。カブさん、えー、今日から11月ですね。えー、今年もあと2ヶ月ですね。今日11月1日は本の日だそうですよ。えー、カブさん、本を読んでいますか 日本人は意外と読書時間は短い方みたいですよ。世界で一番売れた本は聖書だそうです。えー、かぶさん、聖書は読んだことありますか私はちょっと読んで挫折しました。えー、読書の秋もいいですよね。えー、それから今日はキティちゃんの誕生日だそうです。えー、キティちゃんはキャラクター界の大御所ですね。やっぱり可愛いですね。キティちゃん誕生日おめでとうですね、今日ね。うん。読書あんましないですね、最近ね。 あの好きな本とかは図鑑とかは読むんですけど読書あんまりしないですね途中で眠くなってくるうん本当に、うんに最近もっぱら動画ですね動画本とは昔からあんまり読まないですねうんカブさん今の時期は木星が長い間見られる,見られるみたいですよえ11月3日が今年で一番大きくて明るく見えるピークだそうです えー、木星は惑星の王星と王様と呼ばれているらしいですよ。えー、かぶさんも木星パワーで乗り切っていくはずだね。あ、そうなんですね。なるほど。なんか、たまに、すごいこう、夜中にキラキラ、あの、すごい、金ぴかに、最近ね、光ってる星ありますが、あれ多分木星なんですよね。うん。でも、そろそろ嵐が来ますよ。本格的な嵐がね。うん。 レモンみかんさんどうもです。カブ君、ん、ウ子様の言う通りですよ。日本のテレビ局は、隣や隣の大国が入り込んでいます。新聞、雑誌、教科書は左翼まみれになっていて、民衆に嘘を混ぜて扇動するからね。見直して保守に戻す流れになっています。目が覚めている人もいますが、現存の政党もほぼやばいです。 えー、新民自民党にも、えー、親中派、親官派がいて、維新はほぼそうです。あ、そうなんですね。維新、維新の音っこと,っこと、えー。親だけならいいんですが、下手をすると国益をそっちのけで、えー、外国に紐付ついて利権で、えー、売国、えー、外観誘致します。外観誘致ね、えー、しますからね。うん、えー。共産党なんてもう、 ないソ連の抜け殻共産思想です。日本共産党はアメリカなどは敵ですえ。愛国というとえ極右みたいですが、本当の意味は違いますよ。私はリベラルな愛国者ならいいと思います。極右も極左も同じ独裁。一見わかんないから騙せないようによく見ないと、えー、国民が目を光らせるようになってきています。ホースが出てきました。賛、え、成、ー、党、保乳保守党はどこまでの票が伸びるのかな 岸田首相は毎日だんだんきっちりくさくいってきていろいろ批判されています政府の財務は黒字,、えー、黒字ですね国民は赤字消費税減税はしないのかねそういえばノエル滝ち様さまおじんかしらうん最近コメントないんですがバンドカストをなさっているのかしら私もラグビーの話の時にきついことを言ってしまってごめんなさい私ってきついわもうちょっと柔らかくならないとラグビーの試合の時 なんだろう彼女の高い美意識が面白くて、またビラン儀に行きたいですね。ノエルさん、それ最近ね、え、あの、来ないですね。うん。忙しいのか、それともお休み中なのか。うん。ね、ということで、あの、まあ、戦後最悪な状、日本が戦後最悪な状況になってるですね、ね。岸田政権が。うん。はい。ということらしいですね。で、最近か、あの、NHK とかだってもう、 左寄りなんでしょうかね。ちょっとよ,よ,よくわかりませんけど、うん。この日本保守党っていうのはいい感じですかね。うんうん、はい。ようさんどうもです。歌舞伎おはよう本日。本日は6度の始まり、午後から雨の予報です。えー、先週からハクションが止まりませんでしたが、大量のコー砂を含む PM2.5 が飛ん,だ飛んでたらしいです。私は 化学物質に反応しやすいんで、それで毎日、頭痛、軽い頭痛と鼻水で困ってました。冬場も風向きに注意ですね。え今日から11月です。え月始めの仕事をぼちぼちと頑張ります。やっぱりかぶくんのお散歩動画は好きだな。ありがとう。世話ね。うん。お散歩してきましたね。結構ね、もうなんか公園も秋の感じになってましたね。うん。あの、スーパーの中にスケートやってる人いましたね。 うんまあ、お出かけ、お散歩しながらね。うんえー、カブくん、お疲れ様です。馬子お姉様やレモンミカン様のお話は私にも参考になります。私は正直、イスラムと名前を出すだけで殺されるんじゃないかとひたすら怖い。だから触れたくないんです。うん、以前、イスラムに関する本を和訳された、えー、大学教授が殺された辺たりからは、私は怖くて仕方ないの。うんえー、戦争も嫌い。 いつも子供たちが死んでいく、えー。飢えて泣いている。私はぬくぬくと暮らしている。これでいいのかと悩んでしまう。うん。だからできることは気持ちを届けること。私の小さい時は、ただ、世界に平和をと言ってるけど、変わらない。でも、願う心は持ち続けないと。我が子も、魔、え、法、ー、のために、すごく勉強になっています。皆様に感謝します。まあ、あうまく伝えられない。でも、ありがとうございます。背骨、うん。あの、イスラム、本当怖いんですよだから。 うん、あのー、日本だけじゃなくてあのー、欧州とかでも昔オランダのねえー、イスラム嫌いな人がいてその政治が殺されましたからねうん結構そういうことしますからまあ怖いっていうのはこれ正解ですようんええー、サカレさんどうもですおはようございます今朝は晴れています本日11月1日は寿司の日です全国寿司しえー、環境衛生 同僚組合連合が1961年に制定しました。総最高気温は22度です。ちょ寿司の日でもあるんですね、今日は。うん。かむさん、チャンネル登録者数8000人達成おめでとうございます。ついに8000人を達成しましたね。いつも様々な話題に耳を傾けてくださりありがとうございます。1万人達成もそう遠くないですね。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。いや、よろしくお願いします。あの、ね1万人達成できますかねうん。まあ、ぼちぼちね、やっていく感じで。えー、レモンみかんさん、歌舞伎おはようございます。えー、体調はいかがですかお出かけですか動物あ、動物園じゃないですよ。うん。えっ、ー、と、ベルリンの空は地上に近いですね。上空の風が、えっ、ーえー、とね、強くて、雲の流れが速く、早く見ていて飽きませんね。 うん、11月1日、神奈川県は23度。結構ね、だからね、空が低い感じがしますよ、ベルリーはあの。暖かいです。イチョウの葉がてっぺんのあたりに薄黄色になってました。赤坂の国会議事堂付近のイチョウも、真っ黄色になったら、また今年もドライブに行こう。赤バラがいい匂い。いい、うん。コスモスの花がいっぱいでよく咲いています。今年はちょっと遠いと。うん。で、こちらも赤くなっています。 ところで、かぶくん、公園に絵を設定したら、なんでアラブ人がこんな感じになったのどんなメッセージでしょうかあれねあれ、あれすごい風刺が効いてるんですよ。あの,ーあの、イスラム教徒の方があれを見ると、すっごく嫌がるんですよ。うん。あのね、あの例えば、なんか同性愛的な、あのー、ちょっとこう、意味をな成しているものがあったりとか、 あの間接的にイスラム教徒がああいうことをやると絶対にタブーっていうものを貼ってあるんですよ、写真で。うん。そ,そういったものをあえてそういう,こうイスラム教徒の方が来るところに置いたりするんですよね、ベルギーって。まあこれフランス語なんですよね。だから、あの、なんていうのかな、見るだけでこう宗教的に許されないもの。うん あのね、僕のそのインド系の、インド系のね、まあ、友人のお家に、イスラム教徒の方が来たことあるんですけども、10分もやれませんでしたね。うん。もうすぐ帰っちゃいました。本当に、えってなって、もう本当に、もう寒気がするみたいな感じだった。だからね、他の神が、あの、宿ったりとかしてるお家に、あの、いたりすることがね、難しいらしいですね。うん。 まあでもこの風刺画については、神というよりは、まあ宗教的なところでタブーの写真だったみたいなんで、それを貼ってるんで、これフランスはもっと過激ですよ。うん。えー、空からさんお天気観測お疲れ様でした。えー、この動画の5分20秒付で出てきた、カッピーの上に乗っているぬいぐるみは新しいお仲間でしょうか名前バズけましたかえー、これね、ブルージュって書いてますよね。うん。あのブルー。 ブルーズで、えー。それとスーパーの店内でスケートブースのまま入店しているお客さんがいましたね。日本ではこういう行為は怪我のおそれがあることと、他のお客さんに迷惑がかかることは禁止されていますが、えー、ベルギーでは禁止されていないんでしょうか。ベルギーも紅葉ううが色づき晩秋というた感じですね。うん、日本も順次紅葉のを見頃を迎えていますが、今年は色づきが遅れています。えー、11月に入りましたが、高温傾向で、宮城店でも3日近 金曜日は最高気温が25度まで上がる予報で、夏日になる予報が出ています。仮に仙台で11月に夏日になった場合、観測史上初だそうです。えー、晩秋なのに25度以上の夏日とか、異常としか言いようがないですね。ベルギーの気温は平年並みでしょうか平年並みなのかなちょっと平年並みかどうかちょっとわかんないんですけども、どうなんでしょうかね。あの、まあ、結構、まあ、普通かもしれないですね。 うん、ただまあ最近はちょっとずっと雨が降ってますけどもこれも多分平年かなと同じなんでしょうかねうんびっくりしましたね昨日スケート靴履いてしましたね僕も初めて見ましたベルギーでもそんなにスケート靴は履いてる人はいませんけどだけどなんか友達曰くなんか別にいいらしいですねだ誰も気にしてなかったですねうんだからなんかオンケーなんじゃないですかねわかんない子供だからかなうん はい、そして日本の飲食店に関してはさまざまなスタイルのお店があると思いますただ単にお腹を満たすためを目的としたお店から美しいあお美味しい料理を優雅に楽しむお店までいろいろありさら、えー、に取り扱う料理もさまざまありますね日本料理にもついても懐石、えー、料理などではフランス料理やイタリアなどと同じように、えー、家族や仲間で会話をしながらゆっくりゆ、えー、優雅に食事を楽しむという文化があります ただ、日本に関しては時短ですぐにご飯が食べられ、かつ安価な価格でできる飲食店も需要も多くあり、ファーストフード店や立ち食いのお店なども多数ありますね。うん、立ち食いっていうのは、ねあれですよね、日本の特徴ですよね。ファーストフード店や立ち食い、こういう文化はベルギーにはマックドナルドなどごくわずかしかないようですね。 これでは日本のように、例えばお昼休みに友人や同僚などと1時間の休み時間でランチをしに行くという、あ無理無理という使い方も事実上不可能ですね。その上、会計の際にも渡されることがあるとなると、これではなおさらですね。日本では近年注文するときや会計をするときの待ち時間、 待ち時間短縮や人手不足の影響で、飲食店によっては、注文はテーブルの上に設置されてあるタブレット端末を使用するケースや、会計もキャッシュレスケースならば、セルフレジでも会計可能にするなど取り組みをされています。ウェルディーではこういう取り組みをしているお店を見かけたことはございませんか私はイタリアン料理を食べるときに少し爆発、噴発して、クリームソーダを注文することがあるんですが、ウェルディーにはございませんかクリームソーダないですね。 うん、多くの場合、500円から600円で程度でする。ちょっとした贅沢になりますと。それと、日本のカラオケ店にはドリンクバーが設置されているお店もあります。フリータイムとドリンクバー込みで1000円から2000円くらい楽しめるお店が多いと思います。アイストも食べ放題となってますよね。ケースまであり、かなり凝ったサービスを提供しているお店もありますね。あの、日本ってアイストとかも確かに、あの、食べ放題になっているところありますね。てか、行きましたね。うん。あの、クリームソーダはね、ないですね。うん。 日本の列車内での飲食サービスの現状については、食事などをゆっくり堪能しながら楽しむコンセプトを歌った特別列車はどんどん増えていますが、その一方で新幹線や特急列車の車内における車内販売が年々縮小傾向にあり、利便性が低下している現状もあります。車内販売員が確保が難しくなっていて、人手不足になっていることや、駅構内のコンビニ、駅弁など、駅弁店、 自動販売機などが充実して売り上げが減少傾向にあります。ヨーロッパに関しては高速鉄道や特急列車といった優等列車では車内販売の営業が実施されていることが当たり前とされていらしく、たとえ売り上げが悪くても営業継続をしているケースが多いそうで、日本との考え方が異なるようです。ベルギーの駅を見ている限りでは、日本のように駅コーナーにお店が営業している駅があまり少なく、あの、ちょ えっとね、乗車前に飲食物を購入しにくい事情があるから、えー、市内販売の営業が継続されているケースが多いのかもしれませんね。そんな中、えー、昨日をもって東海道新幹線東京から新大阪におけるのぞみ号とひかり号で営業されていた、えー、市内販売の営業は終了しました。えー、今後はグ、えー、リーン車のみ、えー、モバイル端末を使用したモバイルオーダーサービスによる し内販売が、えー、なされますと。なお、山陽新幹線新大阪博多までは、これまで通りのぞみ号でのし内販売が営業なされますということですね。うん。 日本でもホタテのお値段は決して安くないですが、ベルギーでも高額ですが、中国は金融している影響で行き場を失ったホタテがあるそうで、国内でも消費拡大が呼びかけられています。そんな中、米軍が大量購入契約を結ぶ方針が決まったことは大情報です。昨日、早速、東京都福生市にある米軍横基市の中にあるスーパーマーケットで日本酒の,の販売がなされたそうですということですね。ね、ホタテ結構何回、高くなってるんですね。 ベルギーはね、あんまホタテを食べないですね。うん。そもそも食べる人があんまりいないですね。うん。はい。よろしくお願いします。これでこの件ですね。えー、両者の意見を聞いて自分で判断する片方だけに頼り偏りすぎない、えー。これはどんなことでも大切なことですよね。えー、日本の報道が変更してるなんて指摘。正直、個人的には今更感がありました。 え、けど、それと同等に危ういなって感じてるのは、え、意外とその件を知らなかった方たちが、彼女に盲信していること、私も一通りのチャンネルを見ましたが、納得できた部分も違和感を感じた部分も、どちらもありました。けど、x ツイッター、e r 旧ツイッターでの彼女のことを検索したら、エビデンス付きのネガティブな投稿も多く、違和感の部分が理解できました。え、詳しい内容はこれで控えるんで、ご自身で他方面から調べてみるのが賢明かと思いますと。 うんえー、ゆうのやさんも言っです。かぶさん、お天気観測お疲れ様ですね。お出かけですか少し調子が良くなったみたいで良かったですね、えー。スーパーの中でスケートグッズの人がいましたね。器用ですね。うん。すると、ビルの壁、引きがすごいですね。ああいうのも見たいです。いいですね。 うん、ベルギーも少しずつ紅葉してますね。イチョウ並木とか散歩したいですね。秋はお散歩にぴったりですね。うん、あの壁がすごく良かったですよね。ああいったものはね、結構あるんですよ。うん、イチョウち、ちなみにね、イチョウってないですね。そういえば、うん。イチョウってね、こっちないんですよ、実は。あるのかなあんま見たことないですね。イチョウの木って。うん。え、かぶさん、フィジーキで。 と地理ででマグニチドル福を越える地震があったみたみいですよ日本でも今日地震があったところがあるんで嫌ですね。南海トラフとかに、えー、関係ないといいですねあ。あったんですね。最近日本そんなに地震がなかったように見えましたけどね。また日本でも。なるほど。これ連動したりしますからね。世界で。うん。遠くのとこで地震があって連動するっていうことがありますからね。うん。えー、マルニーさんどうもです。カブくん、トトロの山でおり。 これね、私の自然観察頼りなんです、えー。まずは静岡市の気温の変化から、えー、10月1日が最後の30度超えでした、うん。10月10日くらいの間は27から29度で、えー、10月の11日から25日は22から25度で、それから今日までが18度から23度で明け見えてきたと思っていたら、明日から25、26度が3日間続く夏日が来ると予想されていると。うん。3日も、3日も続いてるんですね。 えー、我が家のレモンはいつになったら黄色から、緑色から黄色いレモンになるんだろうと思っていたら、後頭カに、えー、の間に90%が黄色のレモンになったよ、えー。トトロの山のどんぐりはまだ、えー、緑色で茶色にならないと。柿の実は3から4センチの、えー、緑色の若い、えー、果実のらば、8月頃に実を落としてしまった。うん、だから、一つもオレンジ色にもならなかった。栗の実もイガラが小さいまま落ちてしまったから、 栗の実りも少ないよと。うん。暑すぎですね。みんな猛暑のせいだ。だからクマの食べ物がどんぐりや栗も少なくて、食べ物を求めて人家を出没するんだ。静岡市も駅から北1.5キロも住んで、クマに注意の看板があるよ。うん。23年前、東京から静岡市に引っ越してきたか頃から、看板があったね。出会ったことはないけど、車を山に走らせると、猿には何回か道を塞がれたね。うん。 道を開けてくれないから怖くはないけど、えー、猿がどいてくれるまで、えー、車を止めて待つしかない。えー、週に一度は、花屋に行くんだけど、夏から今まで、えー、花の入荷、種類が、えー、例年より少ない。もうちょっと夏が続いていたからなんだ。十、えー、15だ,だって、数日の方が出なくてなくて、花屋で仕方なかったよ。うん。今年の冬は担当なのかな。暖房費は節約になるけど、あ、そう。えー、ガソリンは政府の助成金が、 10月以降継続になったよ。それと日銀が金利をプラス0.05%上げた。初めてマイナスからほんのちょっとだけプラスに転じたよということですね。でも円安めっちゃ続いてますね。確か。ちょっと上がったんか。円安、すごいことになってますね、でもう。うん。はい。ということで、そういうことなんで、あの、もうその影響でなかなかね、うん。やっぱりそう思うと、もうこっちは多分どんぐりももう茶色くなってると思うんで、 まあ、静岡は暖かいですよね、やっぱね。うん。はい、ありがとうございました。